みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。本日はこちら、楽天という音楽理論の参考書を使って音楽理論の話をさせていただきたいんですけれども、非常に緩く、非常に緩く、もう雑談に近いような、雑学に近いような緩さで、この楽天の音楽理論の話をさせていただこうかなと思います。緩く楽天という感じでしょうか。緩い楽天。なんか喉を取ったりとかしなくてもいいです。普通にこのトイレに入っている間とか、なんかこう通勤・通学の間とか、歯磨きしながらとか、なんかこうベッドで寝転がりながらとか、まあ、そんな感じで、ながらな感じで、ゆるく見ていただけると嬉しいなという、ゆるい楽天でございます。本当にもう雑談に近い感じでゆるくいきますので、砕いていきますので、本当のほほんと楽しんでいただければなという感じです。一応、まあ、参考にさせていただくテキストとしてはこちら。音楽の友社さんの新装版楽天、黄色いカバーがついている本になるんですけれども、まあ、興味があったらまあお求めいただいてもよいかと思います。でも別になくても全然大丈夫です。そんな感じで気軽に音楽理論を楽しんでいきましょうということでございます。うわぁ、音楽理論楽しむぜ！イェーイ！はい。ゆるい楽天スタート。本日お話しさせていただきますのは、音の種類という話と、楽音の3要素。楽音って何やねんという話はちょっと置いておいてください。楽音の3要素。そして3つ目、倍音。こんなお話をさせていただこうかなと思います。ワクワクするぜ！倍音って何だろうな？楽音って何だろうな？音の種類、いきます。一番音の種類。音というのは基本的にその空気の振動なわけですよ。今僕が喋っているこの声も、僕のこの声帯がね、こうブロ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 って感じで、この空気を振動させて、そのブロ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 というのがそのビデオカメラに行って、ビデオカメラから皆さんのパソコンに行って、もしくはスマートフォンに行って、そのスピーカーからブロブロブロって皆さんの耳に届いているわけなんですが、僕のブロブロブロ届いておりますでしょうか。まあ、そんな感じで空気の振動なわけです。で、この空気の振動が音なわけですけれども、まあ、世の中にはまあいろんな音があるわけですよね。いろんな楽器もあれば、いろんな声質もありますし、いろんな機械音だったりとか、楽器の音とか、なんかぶつかる音とか、まあ、いろんな車の音とか、バイクの音とか、エンジン音とか、もうすっごいいろんな音があります。で、その空気の振動をとりあえず3種類に分けようぜと、楽天さんはおっしゃっているので、ちょっと紹介させていただきましょう。音の種類には3種類ございますと。ほうほうほう。音の種類、ていうか3種類しかねえのかよという話ですけれども、そんだけでいいのという感じはちょっとしなくもないんですが、ちょっと順番にいきたいと思います。1、純音。2、楽音。3、騒音。この3つでございます。純音、楽音、騒音。ちょっと順番に読んでみます。読んでみます。いくぜ！いくぜ！純音、単振動だけによるもので、倍音を含まない。純音、単振動だけによるもので、倍音を含まない。例、ラジオの時報の音、音叉の音。過去、普通の楽器からはほとんど出ない。過去閉じる、丸。そんな感じでございます。まあ、よくわかんないですけども、平たく言うと、倍音というものがあるらしいと。倍音というものがあるらしい。なんか聞いたことあるけど、よくわかんない。まあ、いいか。まあ、とにかくその純音というのは、その倍音を含まない音。ほとんどの楽器からはまず出ないそうです。普通の楽器からはほとんど出ない。ほーん。で、ラジオの時報の音、ピッピッピッポーンってやつですね。あれは純音だそうです。で、あと音叉。なんかこの、ヤマハのマークの、ピンプーってやつ、440Hz の。あれもまあ純音らしいです。まあ、ちょっとここでは、音叉の音も実はちょっと倍音含むとか、そういう細かいツッコミはなしにして、まあ、純音というものがあって、時報の音だったりとか、音叉の音だったりとかすると。まあ、倍音を含まないというカテゴリーなわけですね。次に行ってみましょう。2、楽音。純音ではないが、規則性のある振動の持続によるもの、普通はいくつもの倍音を含んでいる。例、旋律を演奏できる楽器、括弧声を含む括弧閉じるを普通に演奏して出る音の大部分のもの。とのことです。まあ、なんかよくわからないですけれども、まあ、平たく言うと倍音を含んでいる音が楽音と思ってよさそうです。倍音を含まない。こっちは含む。まあ、そんなくくりって感じですかね。で、3つ目、騒音いってみましょう。騒音。3、騒音。
規則性を認め難い振動によるもの、および非常に短時間でその性質をはっきりと知覚できないもの。例、打楽器やピアノの弦を打った瞬間の音、物のぶつかる音、物の壊れる音、声のシーン。とのことです。ギターに例えて言いましょう。ギターはピックを持ってこうベーンと弦を弾きますよね。指でベーンと弾くときもありますけれども、何かしらの方法で弦をベーンと弾くわけです。で、イメージとして、そのベーンと弾いた瞬間が一番音量大きくて、そこから急激にぐわっと下がって、この持続音、余韻が残る。こんな感じになっているんです。ピッキングをした瞬間がめっちゃ音量高いんです。で、この間はすげえ一瞬で、もう何千分の1秒って感じなんですよ。何千分の1秒。ちょっとそれは細かすぎだな。でも、まあ、千分の2秒とか、もうそのぐらいの勢いです。1秒千分割して2秒ぐらい。なんかもうとんでもなく短いというのがわかるかと思います。で、その間のこのちょっとした短いもの、もう短すぎても規則性のある振動を、ね、記録できないものに関しては、騒音と呼ぼうという感じなわけです。ギターだったらピッキングした瞬間ということですね。で、この余韻の部分、じゃあこれは何やねんという話になると、これこそが楽音なわけです。ピアノだったら鍵盤を押して、このハンマーが弦をこうダーンってやるじゃないですか。こうダーンってってこう、ね、鍵盤を押してこう、弦ってバーンってって、バーンってした瞬間がこれ。で、その後がこれ、楽音というわけです。バイオリンとかだとね、あの弦をバーンってやったりとかしないから、ちょっと騒音があんまりない楽器になってしまうんですが、まあ、基本的にはこういう騒音と楽音の組み合わせで、まあ、音楽というのができていると思って問題なさそうです。ではではでは、純音というのはそのほとんどの楽器からまず出ないって書いてあったじゃないですか。じゃあ、楽音と騒音の2つだけって話にちょっとなりますよね。おいおい、待てよと。世の中にギターもあるし、ベースもあるし、バイオリンもチェロもある、ピアノもあるし、ドラムだってあるし、ティンパニーだってティンパレスだって、もういろいろいろんな楽器があるぜ。そんなものが全部楽音と騒音って、そんな2つの要素だけでカテゴライズしてしまってもいいと思ってるのか、お前はって、思いますよね。思いますよね。思いましたよね。そんな方に向けて、この楽音を、またちょっとこのアナライズしていく必要があるわけでございます。楽音。それが次にお話しさせていただく楽音の3要素というお話でございます。楽音の3要素。楽音の3要素、なんかいろいろ要素があるらしいです。ふむふむふむ。あ、ちなみにちょっとその前に余談。さっき騒音と言いましたけれども、この層は体操の層みたいな感じのこっちの層でございまして、やかましい層ではないので、お気をつけくださいませ。これは聞きたくないというノイズの騒音です。こっちはそういうノイズではなく、単純にその楽天の中の言葉としての騒音ですので、ちょっとお気をつけください。ちょっとこれは余談でございます。はい。そうですね、楽音の3要素。こちら行ってみましょう。楽音をキャラクター付けるための要素は3つある。なるほど。順番に行ってみましょう。1つ目、高さ。まあ高さというか、これは速さと思ってください。速さです。速さ。速さです。で、その次、強さ。ストロング。でもこれ、強さというか、その大きさと思ってください。大きさです。どっちかというと。どっちかというとって言ったら、この本を否定することになるからやめよう。大きさとも取れます。音質。でもこれ、どっちかというと、形と思ってください。これ形の方がいい。って言うとちょっと語弊があるから、形と思うと、なんかいいことがあるかもしれません。そんな感じです。高さ、強さ、強さ。高さ、強さ。高し、そんな感じの3つの要素があるわけでございます。順番にいってみましょう。1位、高さ。振動の速さによって定まる。速ければ高く、遅ければ低く感じられる。通常、1秒間の振動数をヘルツによって表すが、人間に聞こえるのは低い方の限界で15から20ヘルツ。高い方の限界で1万から2万ヘルツぐらいの範囲である。とございます。なんかいろいろありますけれども、まあ、平たく言うと、この空気の振動、音のこの空気の振動が速ければ速いほど高い音と認識して、遅ければ遅いほど低い音と認識すると。まあ、そんな感じの話なわけですね。ちょっくら試しに音を鳴らしてみましょうか。iPhone アプリで周波数とかで検索してみたら、こんなアプリがあったので、ちょっと鳴らしてみましょう。プレイボタンを押すと、今 10Hz ってなっています。これは多分iPhone 再生できないですし、人が聞けない、聞き取れない範囲です。
ちょっと上げて、400にしてみると、今400です。これは1秒間に400回振動している音。はい、やって感じですけども、1秒間に400回振動している、波を繰り返している音になります。で、これをまたブーッと上げていくと、500、600、700、800、900、さらにどんどんいってみましょうか。1000、2000、3000、4000、5000、6000、みたいな感じで数字が上がっていくと、どんどん音が高くなっていくのがわかるかと思います。なんかこのファミコンっぽいですよね。このなんかマッハライダーとか、なんか思い出すような、なんかそういう懐かしいサウンドですね。マッハライダー。皆さんご存知でしょうか？知ってますかね？青いカセットのマッハライダーというファミコンソフトがあったんですよ。マッハライダー。懐かしいな。なんだっけ？そう。その振動数が速ければ速いほど音が高いと。そういう話になってくるわけです。で、ちょっとこの楽天によると、低い方の限界で15から20、高い方の限界で1万から2万とあるんですけれども、これちょっと、これはまあよしとして、これちょっと広すぎねえかという気はちょっとします。まあ、普通は大体もう30くらいがもう限界だと思います。で、上の方は1万7000前後って感じですかね。1万7000前後が割と限界かなという感じです。で、この聴力っていうのは、あ、これちょっと余談です。聴力っていうのは消耗品なんですよ。消耗品です。なんで、ちょっと年齢とともに、どん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 この聞こえる幅、その過聴範囲が狭まっていきますし、あと、普段イヤホンとかヘッドホンとかで爆音聞いている人たちは耳を痛めていることになるので、早い段階でこれがもっとグググッと狭くなっていきます。別に落とすわけではないんですけれども、普段から爆音で音を聞いている、音楽を聞いているという方は、ちょっくら気をつけてくださいませ。そんな、ね、1年、2年でいきなり衰えるわけではないんですけれども、まあ、20年、30年のスパンで見ると、人よりも早く聴力を失ってしまうというか、痛めてしまうので、ちょっくら気をつけていただけると嬉しいなという感じです。まあ、なので、普通にこう病院でこのおぎゃーと生まれた瞬間が一番耳が新品だから、一番聞こえる範囲が広いんですけれども、まあ、ちょっと年齢とともに、特に高い方がどん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 聞こえなくなっていくという感じです。で、1万8000とか2万とかを超えてくると、人にはもう聞こえなくて、まあ、いわゆるコウモリさん、コウモリとかが、使っているような超音波の話になってくるわけですね。まあ、その辺は音楽と全く関係ないので、ちょっくらすっ飛ばしましょう。そんな感じで高さは波の速さによって変わる、音程が変わるということでございます。覚えておいてくださいませ。はい、次、強さ。読んでみます。振動のエネルギーの代償と、それの周囲の伝達の程度によって定まる。それらは音源の大きさ、形状、振り幅、振動の方向などによって左右される。また、聞く人にとっての大きさとは、音源との距離、方向、周囲の状況、振動数、音質などによって変化するということですが、これをすごく平たく言うと、この空気の振動、音というのはその途中でその減衰していくわけですよ。どこかでその消えてしまうわけです。滝沢が公園に来ましたと。滝沢、公園に来ました。イエーイ！晴れた日に公園に来ました。やったぜ！すげえ気分爽快だ。で、ここで滝沢がいつもの、あ、どうしようかな。なんか帽子かぶせとこう。帽子かぶせときましょうか。あ、でも今日キャップだな、まあ、いっか。こんな感じで滝沢がいました。で、こう滝沢は、あ、皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢ですっていつもセリフをこう言ったとします。で、この口からこう発せられた振動は、ブブブブブブと。まあ、こう行くわけなんですけれども、やっぱり途中でどん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 弱くなっていって、ある程度のところで聞こえなくなってしまうわけなんですよ。で、皆さんがもしここにいたら、僕の滝沢ビームは届かないわけです。で、皆さんがもしこの辺にいたならば、ちょっと聞こえるんです。でも、波が小さすぎて、皆さん、こんにちはの「こ」の音が聞こえなくて、いやいや、ほいほいって聞こえるかも。わからない。ちょっと波が小さすぎると。で、これがある程度近くなってきて、この辺になってくると、すごくちょうどよく聞こえるということになるわけです。で、これがまたさらに近くなって、この辺にいたりとかすると、地形よという話で、ちょっくら声がでかいということになってくるわけなんですけれども、この波がね、そのある程度大きくないと、ものは聞こえる、しゃべり声の場合ははっきりと近くできない、認知できないということになります。で、この波の大きさ自体は、ね、楽器によって人の声、人によって、ね、どんな波を発するかはちょっと違ったりとかするんですが、こういう強さ、波の大きさという要素もあります。で、もっと言うと、
部屋の大きさとか、その壁の材質とか、壁が布なのか、それとも木なのか、鉄なのか、それとも壁がないのか、もう部屋なのか、もうすげえもう東京ドームみたいな、ね、すげえでっかいドームなのかによっても、やっぱり聞こえ方は変わってくるんですが、まあ、それはまた今度の話にしましょう。そんな感じでこう波の強さというものがあるよということは覚えておいてください。はい、次。音質、読んでみます。振動の様相によって定まる。それには波形及び波形や振り幅などの時間的変化が複雑に関係する。波形は通常、倍音の含まれ方によって決まるが、電子装置などによる人工音などにおいては例外もあるとございますが、まあ、これ平たく言うとその波の形です。波の形。まあ、普通の声とか、普通の楽器の音というのは、大体まあこう緩やかなカーブを描いております。でも、電子楽器とかみたく、これ大げさではなく、大げさではなく、シンセサイザーとかでこういう波の音を出すことができるんですよ。まあ、こういうカクカクした波だったりとか、三角波と呼ばれるこういうものだったりとか、ノコギリ波かな、これは。ちょっとこの辺の名前はよくわからないんですが、こんな感じでいろんな形の波を作ることができるんです。で、この波の形が自然であればあるほど、僕らの耳には耳なじみの良い、なんか心地よい音として認知をできるわけなんですけれども、カクカクしているものに関しては、やっぱり電子的な違和感を感じます。まあ、現代においては、ね、この音、すごいもう聞き慣れた音なので、別にそんな今更、うわこの音は聞きたくないというほど違和感を感じないとは思うんですけれども、まあ、聞き比べるとわかるかと思います。この形によって、聞こえ方というのは変わってくると。楽音というものは変わってくる。そんな感じです。どうでしたでしょうか。とりあえず、楽音の3要素ということで、高さ、つまり速さですね。この波の速さです。でそして、波の強さ、大きさ。あるときは大きいかもしれませんし、あるときは小さいかもしれない。まあ、そんな要素がある。で音質はこの形という感じです。この音の波というものに関しては、こんな感じでいろんな要素があるよという話でございました。はい、何かご質問はございますか。ここまで何かわからないことはありますでしょうか。はい。では、特になさそうなので、次に参りたいと思います。最後、倍音に関してです。倍音。まあ、倍音ってすげえよく聞きますよね、倍音。倍音って何だろうかって話ですよ、本当に。もう倍音って何だ。倍音とは、ちょっと読んでみます。多分、わけがわからないと思います。いきますよ。1、倍音とは。弦楽器や管楽器を演奏するとき、目的の高さの音が得られると同時に、その整数倍の振動数の音が自然に発生する。例えば、100Hz の音をそうすると、200、300、400、500の音も付随して生ずるのである。この場合、本来の 100Hz の音を気音といい、それ以外のものを倍音と呼ぶ。倍音はその倍数に従って、第2倍音とか第8倍音などと名付ける。倍音の発生する理由は、その状態の詳細については省略する。ということでございます。以上。倍音の話に行きましょう。倍音。ちょっと本当にこれに、ね、倍音が発生する仕組みとかは、ね、すごいややこしい科学的な、物理的な話になるので、ちょっとこれは本当に省略をします。ただ、ちょっとイメージをしてみてください。イメージをしてみてください。ある一本のロープがありました。で、これをこう、バーンってこう指で弾いてこう鳴らしましたと。で、この指でこうバーンって鳴らしたときに、1秒間に110回、振動する 110Hz の音が出たとします。110Hz。なるほどね、なるほどね。で、倍音というのは、この真ん中のところに軽く指を添えて、この糸をビャンとやると、倍音だけ取り出すことができるんです。ここはちょうど半分に値するので、もしここに人差し指とかを軽く触れた状態で、この糸をビャンとやると、第1倍音だけを取り出すことができると。それで、ここはもちろん当たり前ですけれども、この半分のところなので 220Hz の音が出ます。それで、第3倍音はこの3分の1のところですね。第1倍音はここで振動するのに対して、第2倍音は3分の1。3分の1ってむずいの、これ。3分の1ぐらいのところで振動するわけです。まあ、仮にこの辺としましょう。この辺です。ここは 330Hz が出てくる第2倍音。こっちが第1倍音、こっちが第2倍音です。それで、さらにまた細かくやっていくとすると、ちょっとこれは大変だな。
4分割のところに存在する 440Hz の第3倍音。で、もうちょっと行くと、まあ、どっかしらにその、ね、550Hz の第4倍音があって、もうちょっと行くと 660Hz の第5倍音があって、みたいな感じで、まあ、これがずっとこの永遠に続いていくわけですよ。この糸をバーンって鳴らすと、この振動の音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 という感じで、いろんな音が分けでついてくるわけでございます。わけわかんないですよね。どういうことだって話ですよ、本当に。では、ちょっとここらで実験をしてみたいと思います。実験をしてみましょう。イェーイ！最後は楽しい実験だぜ！イェーイ！ギターを用意してください。エレキギターでもいいです。アコギでもいいです。普通にエレキギターの生音でもいいです。アンプつながなくていいです。5弦の音をまずボーンと鳴らしてみてください。ボーン。ボーンと。これ、110Hz の音です。低いラの音、110Hz の音です。で、ここから倍音だけ取り出していってみましょう。さっき言ったこの 220Hz のところ、ここはギターで言えばちょうど半分、12フレットの位置に値します。なので、12フレットに人差し指を置いて5弦をブンと弾けば、まあ、こんな感じで 220Hz の音が鳴るはずです。で、次、第2倍音に関しては7フレット。ミの音ですね。ラ、ラ。7フレットで、第2倍音が鳴ります。まあ、わかりやすく言うと、ここがその3分の1の場所なわけですよね。ここと、ここと、ここっていう感じで、ちょうど3等分の1になっているわけです。で、その次、第3倍音に関しては5フレットです。5フレット。で、その次、第4倍音に関しては4フレットです。こんな音。ほい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 。4フレット。で、もうちょっといきましょうか。3フレット。こんな感じで、第5倍音も鳴らすことができると。3フレット。で、もうちょっといけるんですけれども、これが第1倍音、第2倍音、3、4、まあ、ちょっとこの辺限界という感じですね。まあ、こんな感じでハーモニクスを使うことで倍音成分だけを取り出すことができます。実験に行きます。ここからが最後の本番でございます。気温の音、元の音、5弦開放のラの音、110Hz の音を鳴らすと、この音が全部鳴っています。この音を鳴らすと、これも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 鳴るんです。ラとかミとかに関しては、もうこの気音に調和してしまうので、すごく聞きにくいんですけれども、この第4倍音のドシャープの音、これ。この音は耳を澄まして聞くと、しっかり聞くことができます。ちょっとやってみましょうか。5弦をボンと鳴らして、このドシャープの音、これを探してください。この音、聞きますよ。どうでしたでしょうか。皆さんのギターでは聞こえましたか。本当に耳を、ね、すっげえ近づけて、よーく聞かないと聞けないです。で、この耳を当てる場所をなんかいろいろ変えたりとかした方が探しやすいです。本当にもう目を閉じてめっちゃ集中して、耳を澄まして、よーく聞いてみてくださいませ。そうすると、このボヨーンって音の奥にこいつがいます。こいつ。しばらく鳴らして出てくるときもあれば、最初のほうにひょっこり出てきてすぐ消えるときもあったりとかして、これは楽器によりけりなんですけれども、どっかしらでドシャブの音が聞こえるはずです。これが聞こえたら、もう今日はグッジョブ、よくやったぜ、お前は頑張ったぜという感じで終わりにしたいと思います。そんな感じで倍音、どうでしたでしょうか。ドシャブの音聞こえましたでしょうか。まあ、これがその倍音ってやつなわけでございます。よく楽器によってその倍音が豊かとか、倍音がないとか、倍音があるとかっていう話を耳にしたことあると思うんですけども、この辺の音がどのくらい出てるかっていう話なわけです。まあ、もちろんその第1倍音とか第2倍音とか、そんな細かいくらいはしないですよ。もうざっくりとこの倍音たちがしっかりと出てるかどうかっていうことを言ってるわけです。倍音が豊かというのは。
面白いもので、その作りが良いギターというのは、この倍音が本当に豊かです。すっげー出てるんです。で、その倍音が出まくってて、いろんな音が出てて、それが不協和音になるかというと、そういうわけではなくて、音そのもの、楽器そのものの不協和さ、なんかこの奥深さといいますか、その豊かさにつながるわけですよ。逆に、作りがあんまりよろしくなくて、倍音が出てないギターっていうのは、本当にもう弦だけのベチベチな、もう薄っぺらい音がしてしまうんです。まあ、この辺は好みもある程度あるんですけれども、誰が聴いても倍音豊かの方がいい音だと感じるはずだと信じているだけかもしれないが、でもきっとそうですかね。わからないですけれども、まあ倍音は気づかないかもしれませんが、作りが良いギターというのは、この辺の倍音がすごいバーッと十分にしっかりと引き出されていて、音がふくよかに聞こえて、まろやかに聞こえて、優しい音に聞こえると。そんな仕組みになっているわけです。なので、これから中古楽器とかの説明とかで、説明書きとかで、倍音が豊かって書いてあったりとかして、倍音って何だろうかって今まで思ってたかもしれないですけれども、これで説明がつくようになったはずです。普通に5弦をボンと鳴らすだけでも、こんだけいろんな音が出てるんだぞと。で、ちょっと試しにその5弦をボンと弾いてみろと。どっかしらでこの4フレットハーモニクスのドシャープの音が聞こえるはずだと。で、いいギターの場合は、倍音がしっかり出ているから、ドシャープの音がはっきりと聞こえる。かもしれない。まあ、聞こえるかもしれないし、聞こえないかもしれません。ちょっとそれは何とも言えないです。普通に湿度とかも関係してくるかもしれないから、必ず聞こえるとは言いにくいんですが、まあ、聞こえてくるかもしれません。まあ、本当にもし、ちょっと今日、今聞こえなくても明日試してみてください。で、それがダメだったらまた1週間後とか、もしくは別の楽器とかで試してみてください。必ずこの辺の音は聞こえるはずです。もしかしたらここは聞こえたりするかもしれませんけど、それはそれで実験成功ということで。こんな感じで倍音の話をさせていただきました。発生する仕組みに関しては、なんかこの動画。発生する仕組みに関しては、ちょっと割愛をさせていただきますが、こういう倍音というものが存在していて、こういう仕組みで倍音だけを取り出すことができるよと、そんな遊びをも覚えていただけると嬉しいなという感じでございます。はい、本日は以上でございます。次回は、12平均律と重線律。純正律というものをお話しさせていただこうかと思います。僕らが現代において普段耳にする音楽というのは、まあ、もうほぼもう9割9分、12平均律というものについて基づいて音階を決められた音楽です。でも、これが話が遡って1000年とか前になってくると、純正律というもので音階を決めていた時代があるんです。でも、ちょっとそれだと都合が悪くて、現代においては純正律はもうほぼ使われなくて、もう普段耳にする音楽は12平均律に基づいて作られた音階の音楽です。その辺の話を直訳させていただこうかと思います。純正律は何だ ?12 平均律は何だ、それぞれのメリット、デメリットとは何だ、なぜ現代において純正律は使われなくなったのか。そんな話をさせていただこうかと思いますので、楽しみにしておいてくださいませ。多分次回もすごい長い。それではまた次回、お楽しみに違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。